皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するのはポッカ札幌辛を激辛豚骨スープです。味わい深い濃厚こってりな豚骨スープに激辛が加わり、癖になる旨辛さの激辛豚骨スープです。ご飯を入れてクッパにしても美味しく食べられます。辛さのレベルは5段階中4。スープとしてはかなりの辛さであると予想されます。それでは蓋を開けてみましょう。スープの粉に唐辛子の赤いつぶつぶ、ネギ、キャベツ、ひき肉の姿が見えますね。作り方、内側の線まで熱湯を注ぎ1分待ちます。よく混ぜて出来上がり。見た目にはそれほど辛そうには見えませんが、お味はどうでしょうか。食べてみた感想、確かに辛さは強めですが、それほど激辛というほどではないような気もしました。味的には豚骨味が効いていて美味しいです。具材のキャベツやネギ、ひき肉にも味がよく染みて、まるで煮込まれたかのよう。1分でこれだけ完成度が高いというのは嬉しいですね。想像していたよりもこってり感は少なく、むしろヘルシーなスープなのではと感じました。熱くて辛く発汗作用もあるので、ダイエットにもいいかも。それではご飯を入れてクッパ風にしてみましょう。最初はそれほど辛さを感じませんでしたが、この頃になるとかなりヒリヒリしてきます。そのタイミングでご飯を投入するとちょうど良いと思います。辛さがいくらか抑えられて、柔らかくなったご飯にスープの旨味が染みて美味しいです。これはどんどんいけちゃいそうですね。お酒を飲んだ後や締めに何か欲しい時、このスープと残りご飯があればすぐにクッパが作れますし、最後に刺激的な味を満喫すれば夜もぐっすり眠れることでしょう。味わい深い濃厚こってりな豚骨スープに激辛が加わり、癖になる旨辛さに。ご飯を入れてクッパもおすすめ。本日はポッカ札幌辛を激辛豚骨スープを紹介しました。田中恵美里でした。